吉野さん、今回はね「老い」っていう言葉でいきましょうか、まあ、前回ね「一匹オオカミ」っていうそういう風なあな動画の方を送っていただいたんですけども確かにね以前は一匹オオカミだったらその一匹で組織と同じ力がなくては生き残れなかったと思うんですよでも今一匹オオカミでも自分の分身を作ることができるわけじゃないですか一匹オオカミね 例えばなんですけども、YouTube ですよ。YouTube の動画は、私がこうやって新しい動画を撮っていても、どっかで過去動画が再生されていて、それを見た人がね、メルマが登録してくれたりとか、そっか塾のことを勝手に学んでくれたりとか、そして入塾を希望してメッセージ下さったりするわけなんですよね。これ本当にそういう感じなんですよ。動画を一本撮ると、そっか塾の 入塾の可能性が1本アップするんですよね。10本取ればまた10本分アップすると。だからどん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 可能性が高くなっていくって感じですか。そして動画を取れば取るほど影響力が増していくのもプラスですけども、まあ、私のね経験値も上がっていくんで、まあ、慣れていくし上手になっていきますよね。うんまあ、そういうふうにしていって私がいつか老いた時年を取った時にね、まあ、きっと その時はもう体が動かなくて何もできないかもしれないけどもでもずっと巻いていた私の分身が一匹狼のはずの私の分身がですね群れとなって多くの人をまた導いてくれるんじゃないかなと思うんですよえそして私は入塾を許可した時にはその人のメールアドレスを私のメルマガの有料メルマガの会員登録するだけであとはまたね自動的にそのメルマガがステップしてくれるという ことなんですよねだからテクノロジーが私を量産してくれるというね、うん、置いてもなおいけてるという感じになるんじゃないですかね本当に私死んでもね問い合わせが来るんじゃないかなと思うんですよだから全然そのビジネスにタッチしなくてもビジネスが私を探してメッセージを届けてくれますよね営業活動しなくても勝手に営業してくれるっていう感じですかね うん、オイルってことはだから衰えるんじゃなくてまさにねこの優れていくってことなんじゃないかなと思うんですよオイルってことは。で自分の衰えた部分をカバーしてあまりある余力がですねみなぎっていってしまいには私という生命がなくなってもその余力がまだこの地上に漂っていて私が去った後も。 なんかね、何人かの人と時を共にしてくれるんじゃないかなと思うとね。や,やっぱり Google ありがとうですよね。本当にこのね、YouTube の利用料がなんか上がらないかなと思いますよ、私は。もう参入障壁を高くしてもらって、YouTube のアカウント作るのに1万円とかね、月間維持費が3万円とかかかってもいいんじゃないかなと。そうすると完全にもうすでに YouTube で収益を上げてる人はそのまま YouTube 使うし。 収益上がが上ってなないい人はただだ見るるけになるという、ねうん、まあそれは極端ですけどもテレビって出るのにもやるのにもお金がかかるのに YouTube ってただこれはすごいですよね。ねじゃあちょっと Zoom のライブが始まりますんで行ってきます。